カタカナは、日本語の表記に用いられる、音節文字、カナの一種で、仮字を起源として成立した。カナも参照日本語では主に次のような場面で、用いられる。日本語以外では、アイヌ語表記にも使われる。アイヌ語カナも参照。また、日本統治時代の台湾で、台湾語の表記に使われたこともある。台湾語カナ参照。修 c e 機 マキビがカタカナを作ったという説があるが、これは俗説に過ぎない。漢字の一部を使いその文字の代わりとして用いることは7世紀中頃から見られるが、カタカナの起源は9世紀初めの奈良の古宗派の学僧たちの間で漢文を和読するために、訓典として仮字の一部の字覚を省略し吹きしたものに始まると考えられている。この仮字は、当初、経典の行間の余白などに、 おこと点と共に使われていた。それが小さく素早く記す必要から字型の省略、勘化が進んだ結果、現在見るカタカナの原型となり、おこと点になり変わって盛んに訓読に利用されるようになった。カタカナは、その発生の由来から、僧侶や博士科などによって、漢字の音や和枠を中記するために使われることが多く、ごく初期から漢字かな混じり文に用いた例も見られる。 あとには、歌集や物語をはじめ、一般社会の日常の筆記にも、使用範囲が広がったが、ひらがなで書かれたものが美的な価値をもって干渉されるに、至ったのと比べると、記号的、符号的性格が強い。当初は時代に、個人差、集団差が大きく、10世紀中頃までは、異体児が多く見られ、時代を減るに従って、時代の整理が進み、12世紀には、 現在のそれと近いものになった。平安時代中期に成立した、うつほ物語の、国譲る上の末期において、書の手本の中に、カタカナが挙げられており、これにより、平安時代中期には、カタカナが一つの文字体系であると認識されていた、ことがわかる。なお、江戸時代の学者、友野信友は、平安時代後期に成立したと見られる、つつみ中納言物語の、虫目ずる姫君に、 虫目ずる姫くんが男から送られた恋文に対して、かなはまだ書きたまざりければ、カタカンナに返事を書いたという記述があることから、当時の文字の習得がカタカナから始めて、ひらがなに進んでいったとしている。しかし小松秀夫は、この説明について、虫目ずる姫くんに見られる記述は虚構である、物語における特殊な例であり、実際には、 はじめからかなを美しく書けるように習得するのが、当時の女性にとっては、一般的であったとして知り添けている。明治初期の頃の事態は、JC ヘボンチョは英語臨習生の不評などにも見られる。ひらがなに比べ学問的傾向が強いので、戦前の日本では、より正式な文字とみなされ、法令全書その他の公文書で用いられ、教育面でもひらがなに先行して教えられた。 現代のカタカナでは、明治33年の小学校令思行規則で一音一字の原則に従い、標準とされた字体だけが普及している。ただし中田の夫は、上の表で見られるような従来の次元についての説明を批判している。それは、従来の説ではまず現在の活字のような解書体の漢字からカタカナの次元を想定し、おのののカタカナの次元を探ろうとするがそれは誤りで、 あり、カタカナが生まれた頃の時代を含めた近代以前には漢字は実際には行書体や草書体で記される場合がほとんどで、そんな中でいわばひらがなのように解書体ではない崩した事態をさらに省略するなどしてできたのがカタカナであったとしている。カタカナにはひらがなにおける変体がなと同じく異体字が存在する。これらのカタカナの異体字はユニコードには 現在のところ採用されていない、コンピュータ上では似たような漢字などで代用できる場合もあるが、その方法によって全てを表示することはできない。以下の画像にカタカナの書き順と発音を示す、カタカナの書き順 YouTube ありがとうございます。